はい、どうも皆さんこんにちは、星音です。さあ、この画角で、ね、動画撮るの初めてだと思うんですけど、一応ここが岐阜の新しい家なんですね。で、ここにね、IKEA で買ったテーブルがありますので、まあ最近はこれを使って、まあ、パソコンでね、作業したりとか、まあ、勉強はあんましてないですね。読書をしたりとか、読書は寝転がってきますかね。まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、今日はね、絵を描いていきたいと思うんですよ。で、この前、こんなものを買いました。じゃじゃーん、ちょっと袋開けますね。すごい、なんか上質な感じの缶に入っている俳優にアートセット22本入りですね。これはどういうセットかっていうと、オープン、じゃじゃん、うわーすごい、おー、説明書きがついてる。あー、もう鉛筆のね、木の匂いがめっちゃいい匂いがします。ちょっとごめんなさい、あのねカメラ固定する場所がなくてね、今すごいね、変な画角なんです。中身はこんな感じで、このね、10B から9B、8B、7B、6B でね、よく使う 4B とか 2B の鉛筆、HB の鉛筆、で、FH があって、10H までですね、B っていうのがブラック、H というのがハードです。そうですよね。硬い鉛筆から柔らかい黒い鉛筆まで、この22種類かなの鉛筆が揃っています。それで、鉛筆で絵を描こうと思ってね、鉛筆削りをね、ちょっと俺600円ぐらいするやつ買ったんですけど、鉛筆でね、絵を描くためのね、本を読んだらですね、鉛筆削りでね、削るなんていうのは、論外だそうで、アートの際はですね、こう、鉛筆をカッターで削ってですね、かなり鋭くですね、するんだそうですね。なんですか、鉛筆って鉛筆削りで削るとね、こう、先っぽがとんがり防止ぐらいになりますよね。でもね、先っぽがね、東京スカイツリーの形になるぐらいまで尖らせるのが、鉛筆デッサンの基本なんだそうです。でこれただの鉛筆だから、これ全部黒なわけですよ。でこの鉛筆で何がしたいかっていうと、こういうね、ここに今説明書きが入ってるんですけど、こういうこと、こういうね、鉛筆だけでこうやってね、絵が描けるわけですよね。まあ、要は鉛筆画っていうのをやってみたいなと思って、このね、鉛筆を買ったわけですね。で、なんか前ね、ペンタブレットを買ってね、絵を描いてみようみたいな動画をね、撮ったと思うんですけど、デジタルの絵はね、さっぱりダメでしたね。ダメでしたっていうのは私の才能がなくて、才能っていうかセンスなのかな。やっぱね、絵をね、デジタルで描くのって結構難しいなっていう印象で、結構なんかね、デジタル絵の描き方みたいな本とかも読んでね、勉強したりはしたんですけど、なかなかね、上手くなる気配もないので、やっぱりアナログ回帰と言いますか。幼稚園のね、頃を思い出して、鉛筆だとか、クレヨンだとか、そういうのでね、紙に絵を描くっていう、そういう、こう、絵を描くことのね、原点に立ち返ると言いますか。まあそういうことで、このね、鉛筆セットを買って、これ、いくらだったかな ?2000 円だったかな、ちょっとこれ Amazon で買ったんですけど。まあいいや、とりあえずね、ちょっと、早速絵を描いてみたいと思います。星音チャンネル。はい、ということでね、12本削りました。10B はどうなってしまったのっていう感じなんですけど、鉛筆削りの使い方がなんかよくわかんなくて、いや、よくわかんないって、こんなね、鉛筆削りの使い方も何もないだろうと思って説明書捨てたのはいいんですけど、いや、なんかさ、なんかうまくできないなと思って、10B から削り始めたんですけど、いや、なんかうまくいかないぞと思って何回もやってたら、気づいたらこんなに短くなってました。ありえないですよね。もったいな。これ、1本ね、単品で買ったら160円ぐらいする、大変高級な鉛筆です。これで机の上映ってるかな。このね、ダイソーで200円で売ってるスケッチブックに絵を描いていきたいと思います。とりあえず、ちょっとその、鉛筆でね、どの程度濃淡の差が出せるかっていうのをちょっと皆さんにご覧に入れたいと。ご覧に入れたいとっていうか、私もわかんないので、まあ、とりあえず一回見てみたいと思います。やっぱちょっとやりにくいので、こうしますね。すごい !10B の鉛筆ってこんな感じなんだね。これ 4B。あ、4B と 10B でも全然違うんだわ。まあよく使う 2B、HB、2H、4H。あ、すごいわ。もうこんなんじゃなんか全然何も書けない。すごいな。うわ、すごい。力を入れないと色が乗らないですね。まあこういうことで、このね、10B からこう 10H までですね、すごい今濃淡の差が出せることがわかるかと思います。じゃ、まずね。このちょっとボールペン、これ琉球大学の卒業記念品のボールペンなんですけど、このボールペンをちょっと書いてみたいと思います。あ、で、ちなみにこの絵の描き方は自己流ですね。別になんか誰かに教わったとかではないので、今から勉強するっていう感じですね。で、こんな感じで、まず最初に薄く輪郭を描いて、で、そこからね、影をつけていったりとか、光のね、当たっているところと当たってないところを意識して、光が当たっているところが、まあ、色が薄く、まあ、ちょっと白っぽく見えるっていうことですね。で、光が当たってない影になる部分に、多めに色を塗っていって、濃淡を出すっていう感じですね。はい、ということで、一旦ね、とりあえず10分ぐらいで簡単にボールペンを描いてみました。で、まあ、別にね、私、何の技術もないので、こういう金属はね、どうやって表現しますとか、全く、
知識のない状態で見たままをね、まあ思うままに鉛筆で描いてみただけなんですけど、それでも黒一色で描いてるわけなんだけども、ボールペンの感じがわかりますよね。ちょっと金属の感じをね、出すのが難しかったので、ここがね、金属なのか、透明のプラスチックなのか、ちょっとこれを見ただけではね、わからない絵になってしまったんですけど、まあ難しいなーって思うと同時に、すごく奥深くて、楽しいな、面白いなーって思いました。ねえ、この鉛筆1本でこんなして絵が描けるってすごいですよね。1本は嘘でした。22本使いました。まあ、22本全部使ったかちょっとわかんないですけども、まあ、鉛筆だけなんですけど、こんな絵がね、描けるということで、まあ、こういうね、絵を描くことが、まあ、夢物語ではないということが、まあ、なんとなくね、お分かりいただけたかと思います。で、このね、鉛筆がマスターブックも買ったので、これをね、読んで、これにね、書いてある例の通りに、絵をね、描いたりなんかしながら、ちょっとね、練習を重ねていければと考えています。でね、デッサンの基本といえばね、皆さんもね、美術の時間とかでやったことあるかもしれないですけど、リンゴの絵をね、描きますよね。ということでね、スーパーでリンゴを買ってこようと思ったんですけど、ちょっとリンゴがね、高くて、私の安い給料では、リンゴなんて買えないなと思って、代わりにバナナを買ってきましたので、続いてバナナを描きたいと思います。アニメみたいなね、イラストを描くときって、黒いね、線で輪郭を描いて、で、その内側をね、いろんな色で塗りつぶしていくみたいな感じになると思うんですけど、鉛筆画の場合は全部ね、鉛筆の色しか使えませんので、こんな感じで薄く輪郭を描いて、で、あとはね、影を描いたりとか、その色を塗るときに馴染ませていって、まあ、その輪郭の線っていうのが、明確に残らないようにしていくっていう感じが、多分セオリーなんだと思います。よくわかんないですけどね。で、影を多分一番濃い色で描いたらいいのかなと思って、私は、10B とか 9B とかね、その濃い鉛筆で影を描いて、で、薄い鉛筆で、こうやってね、細かくタッチをつけていって、濃淡を表現する。で、バナナの質感も表現したいので、このなんかザラザラしてそうなところに細かい鉛筆でね、こうやって、今、これ 9H の鉛筆に持ち替えましたけれども、ちょん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 とね、ちっちゃく線を入れていって、この色の感じを表現します。まあ、こうやって鉛筆のね、黒だけで描くわけなんですけれども、まあ、逆に言うとこの紙の白だけは活かせるわけなので、まあ、本当にね、一番明るい色のところだけはね、紙の白を残していいかな、みたいな感じですよね。で、あとはね、黒を使って、まあ、基本的にね、まあ、バナナに当たる部分は、まあ、全部薄く。まあ、色を塗るというよりは、まあ、細かい、鉛筆で、まあ、線というかね、点を加えるみたいな、そういう感じですかね。影の形の表現で、微妙なね、凹凸とか、その形のね、反り具合っていうのかな、を表現します。ということで、どうですかね、バナナですね。ちょっと影が難しかったですね。で、ちょっと自分的には、ここのこのふさふさの部分、ちょっとなんかそれっぽいさ、質感が表現できてるんじゃないですか。まあまあ、この鉛筆でね、バナナの房っぽいなって、わかります？なんかほら、細かくね、影の感じつけ方とかで、この立体感を表現できてるんじゃないかなと思います。いや、うまいか下手かで言ったら全然下手なんだろうけど、まあ初日としてはね、なかなかいい出来栄えじゃないかなと、自画自賛して、きっとね、私は画家になる才能があるなとか、まあ思っているわけなんですけども、まあ、どうですかね。まあまあでも、こうやってね、自分の、趣味というのはどんどんね、自分で自分を褒めながらやっていかないといけないものですので、ああ私無理だとか思ったらその時点で、ね、趣味は別に終わりなので、きっとね、私には才能があると信じながら日々ね練習を重ねていきたいと思います。で、岐阜っていろんなね綺麗な景色のところがいっぱいあるんですよ。で、なんとか渓谷みたいなね、ところが、まあ、至るところにあるわけですね。なので、今度ね、スケッチブックとこの俳優にアートセットを持って、スケッチのね、旅に出たいなと思います。このバナナ美味しいね。なんか鉛筆画のねコツとか知ってる人いたらぜひコメント欄で教えてください。ということで以上ね、俳優にアートセットで絵を描いてみたらでした。これはさすがに今回きりにはならないと思います。ちゃんと鉛筆で絵を描こう続きシリーズをねどんどんやっていこうと思いますので、お楽しみに。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。星ね星ね星ねチャンネル見てくれてありがとう。